What's up guys? Welcome to June Gallery! ってことで、ただいま！とりあえず、まあ、コロナが落ち着いたから、まあ、落ち着いたっつっても、まあ、緊急事態宣言が一応解除されたから、あれ、栃木のね、そのおばあちゃん家から東京の自分のアパートに戻ってきたんだよね。で、やっぱり戻ってきて思ったのはね、あ、やっぱね、そう、自分のその東京のアパートの方がいろいろやれることあるなって思った。やっぱ広いから、なんかもっとでかい絵描けるし、もっと伝えやすくなると思うね。俺の絵がどんなものかっていうの。で、タイトルにある通り、これからについて話すんだけど、俺今までさ、いろんな動画投稿してきたけどさ、結局絵関連が多かったと思うのね。絵を描くとか、ヘナタトゥーを描くとか、描く系が多かったと思うんだけど、ちょっとそれを一旦、本数を減らして、少し変えてさ、俺自身のことを知ってもらう期間を作ろうと思うの。まあもうすでにね、何本か投稿されてると思うんだけど、なんか自分の生い立ち話したりとかさ、あとはなんか遊戯をやったりとか、まあなんかね、緊急事態宣言解除になんかね、意見してみたりとか、あとはなんだろうね、まあなんかいろいろ挙げてたと思うんだけど、まあとりあえず、まあこれからね、もうこっちに帰ってきて上げる動画は、まあその絵関連じゃないものが多く上がるかもしれない。あ、本当に一定期間なんだけどね。で、別にね、俺が絵を嫌いになったとか、その投稿してもなんか再生回数伸びないから、その絵を描くのやめるとか、そういうことじゃなくて、なんだろう。本当に、ね、なんか俺自身を知ってもらった方が、俺がなんでこういう絵を描くかっていうのを伝えられると思ったから、そうしよう。そういう期間を作ろうと思ったのね。だからまあ週にね、まあ1、2本は俺のね、いつも通りのなんだ、まあ真っ白なページから、真っ白な白いキャンパスからさ、俺の絵が完成していくっていう動画は撮っていこうと思うから、まあそれは心配しないでほしい。なんかこれから、なんか、ジュンギャラリーの、なんか、コンセプト自体が曲がるってことは絶対ないから。まあ何が言いたいかっていうと、絵が好きなのは、これからも変わらないってことね。あとはなんか俺結構ね、なんかいろんなことに挑戦するのが好きだから、なんかちょっとね、ちょっとかじった趣味とかも多いから、なんかそういうのもね、動画に残せたらなって思うから。もう本当に俺インスタもそうなんだけど、すごいなんかもう統一感がないというか、なんか自由気ままなインスタグラムなのね。だからまあそれのなんか動画版って感じになっていくと思う。だから見てて楽しい人も増えるだろうし、まあなんか俺の絵を分かってくれるとか、俺の生き方を分かってくれるっていう人も多くなるかなって思うね。でね、あれこれから何本か栃木にいる時の動画があると思うんだけど、まあとりあえず、まあこれからこっちで撮っていくってことで、まあよろしくって感じです。まあ今日はちょっと短い動画になっちゃうんだけど、これで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお願いします。Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel and like and comment. Thank you.